カール・マークス、フリードリヒ・エンゲルズ・ベルケは、第二次世界大戦後に、ドイツ民主共和国で刊行された、カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスの著作集である。ドイツ社会主義統一党中央委員会附属、マルクス・レーニン主義研究所によって、1956年から1968年に、かけて41巻が刊行された。現在観光中のものを除いて、 マルクスとエンゲルスの著作、総工、書簡をドイツ語で収録した最大のシリーズであり、そのため広く引用、参照されてきた。また、単にマークス、エンゲルズ・ベルケと、通称され、ミューあるいは、ベルケと省略される。日本語版、マルクス・エンゲルス全集の翻訳定本である。19世紀後半から20世紀前半にかけて、マルクス主義の影響が広がる中で、 マルクスとエンゲルスの著作を広く出版することが求められるようになった。そのため、既存の本の再刊だけでなく、著作集や書刊集が編まれた。マルクス主義を標榜するソビエト連邦が成立すると、1921年にマルクス主義の研究と普及を目的とする、ロシア共産党中央委員会付属マルクス・エンゲルス研究所が設立される。 マルクス・エンゲルス研究所は、所長のダビトリャザーノフの下に、マルクスとエンゲルスの生涯にわたるすべての著作や、書簡を集めた、全集の企画を立ち上げ、マークス・エンゲルス・ギャザ元スコバとして1920から30年代に、刊行を行ったものの、中断していた。他方で、1924年に開かれた、ロシア共産党第13回党大会の決定に基づいて、 マルクス・エンゲルス著作集が発行された。ただし、この著作集第1版は翻訳に多くの歪曲や不正確な点があり、重要な著作が抜けていたり序文、作品、参考資料の誤りが含まれていたとされる。第二次世界大戦後、本格的な著作集が改めて企画され、編纂が行われた。これにより、ソ連共産党中央委員会付属、 マルクス・レーニン主義研究所によって1955年から1966年にかけてロシア語の著作集が刊行され、さらに、ドイツ社会主義統一党中央委員会付属、マルクス・レーニン主義研究所から、ドイツ語版が1956年から1968年にかけて並行して、ベルリンのディーツ出版社から刊行された。本書は、 マルクスとエンゲルスの著作や書簡などを網羅的に集めた著作集ではあるが、すべての著作、移行、創行、書簡を集めた完全な全集ではなく、収録されていない文献がある。完全な全集は、本書のロシア語版の刊行終了後の1967年に、資本論刊行100周年を記念して、ソ連共産党とドイツ社会主義統一党が協定を結び、 新しいマークス、エンゲルズ・ギャザモトースコバの編纂を行っている。本書の日本語訳は、大月書店の創業者である、小林直江と村田洋一をはじめとする多くの研究者の参加によって、大月書店版、マルクス・エンゲルス全集として1959年10月から観光を始めた。マルエン全集、大月版全集などと呼ばれる。 1975年までに本文41巻45冊を刊行し、その後、1991年にかけて、保管4巻及び別巻4巻を刊行して、完結した。足掛け32年間で全49巻53冊、約4万ページ、累計部数は143万部に及ぶ。現在は、印刷技術の変化に伴って重版ができなくなり、絶版となったが、 1996年に全ページを画像データ化した CD ロム版マルクス・エンゲルス全集を発売し、2014年からは有料のオンラインデータベースとして利用が可能になっている。なお、日本語版は全集と名打っているものの、上述の経緯からあくまで著作集である。本書はすべてドイツ語として刊行されており、英語、フランス語、 その他の言語で発表された著作についてはドイツ語に翻訳されている。本書の特色として、マルクスとエンゲルスの二人の書簡を基本的に年代別に収録したことが挙げられる。旧メガでは、二人の往復書簡とそれ以外との書簡とは別扱いになっていたが、本書では同じ時期の手紙は同一の巻に収められている。本書への評価としては、 スターリン主義のソ連を正当化する立場から編集が行われたと指摘されることが多い。特にマルクスがロシアの外交政策を批判した18世紀の秘密外交史が交換された著作であったにもかかわらず本書に収録されていないことについて石道清林や福和鉄道が批判している。石道は自ら翻訳したものを31書房から刊行している。本書の構成は ロシア5番、ドイツ5番、日本語版でおおむね同じであるが、一部で異なる。中心となる、第1から39巻は、ほぼ同じであり、マルクスとエンゲルスの著作、資本論全3巻及び関連著作、マルクスとエンゲルスの書簡、の3部構成をとっている。この構成は、9メガを踏襲したものと思われる。 マルクスとエンゲルスの初期著作は、ロシア語版とドイツ語版ではもともと保管とされていたが、第2範囲以降は、第41巻、42巻となった。また、ロシア語版と日本語版には著作及び、書簡の本位が4巻分あるが、ドイツ語版には存在しない。他方で、ロシア語版、ドイツ語版では、資本論総合が収録され、ドイツ語版、 第42巻は1983年に、同第43巻は1990年に、刊行されている。ドイツ5番、第44巻では、第43巻の続きが収録される予定であったが、東ドイツの消滅によって刊行されなかった。なお、一連の、資本論総工は、新メが第2部門に収録されている。客中、ロシア語、第2版序文。 ピーザビ、マルクス・エンゲルス全集とは、ハット M は、マルクスの著作、E は、エンゲルスの著作、ME は二人の共同の著作を意味する。大村泉、二つの日本語版、マルクス・エンゲルス全集の企画参考文献。ありがとうございます。